猿はこの度、初めて特別な車旅に挑戦しました。それは、働きながら続ける旅、です。一般に、ワーク、と、バケーション、を組み合わせた、ワーケーション、と呼ばれたり、コワーキングスペースという立派な専用事務所を会社が地方に借りて、社員はそこでリモートワークするようなスタイルも増えてるようですが、何も会社がそうした環境を準備してくれなくても、現代なら、個人的に、誰のバックアップも受けずに、ワーケーションすることは可能ではないかと思って挑戦してみました。仕事用のパソコンを携えて、好きな場所に車で移動して、キャンプした翌日は、働き、仕事に疲れたら焚き火して遊んで、と、目的地もない自由な旅です。モバイルバッテリーとインターネット接続は必要でしたが、それも3万円前後の安いバッテリーと、モバイルルーターで、なんとかなりました。こうしたことができるようになったのも、元はといえば、コロナの流行でリモートワーク環境が一気に加速したからです。職種にもよるでしょうが、将来 IT 化が進み、現在ある仕事の大半がコンピューター制御されるようになれば、今以上に多くの方が経験する未来ではないでしょうか。今回は、そんな働き方に憧れて、猿が挑戦した旅で感じたことと、後半は、旅の途中にも読みふけった猿が大好きなサバイバル書について、ご紹介します。車旅の全体を通じて、まず一番強く感じたのは、地方の豊かさです。今回猿が訪れたキャンプ場は、どこも人が少なくて、広々としたサイト、綺麗な小川、無料で使い放題の薪など、信じられないような恵まれた環境でした。今回は2週間の間に、合計4箇所のキャンプ場を借りて滞在しましたが、うち3箇所が料金は無料です。猿が住む愛知県では、とても考えられないことです。料金が安いキャンプ場は普通、ゴミが散乱していたり、トイレが汚かったり、と、荒れている場合が多いです。ところが、こちらではどのキャンプ場も駐車場やトイレが整っていて、なんと直火が許可されている場所までありました。薪も無料で使い放題だったりします。愛知県のキャンプ場は猿が知る限り直火は禁止されていて、中には、焚き火台すら禁止されているキャンプ場もあります。ここまで大きな違いが生じる原因の一つは、その地域の人口だと思います。愛知県は都会ではないとはいえ、人口750万人が暮らしているので、今回訪れた場所の7倍です。人口密度で比べても、愛知県は約1500人で、今回訪れた地方の約10倍です。人が少ない地方だと、自然が豊かで、ギスギスしたルールも必要ないし、飛行機の騒音や救急車のサイレン音が頻繁に聞こえてくることもありません。こうした点が、猿が感じた地方の豊かさです。また、2番目に強く感じたのは、人の温かみです。今回訪れたキャンプ場は、実はあらかじめ調べておいた場所ではありません。一つ目の無料キャンプ場で一緒だったソロキャンパーのおじさんが教えてくれたおかげで、二つ目の無料サイトにたどり着き、二つ目の場所で出会った、野鳥カメラマンのおじさんに教わって、三つ目の無料キャンプ場にたどり着きました。いずれもネットで調べても見つからないような穴場キャンプ場で、そんな場所を、出会ってすぐの他人が教えてくれるのも、猿には驚きでした。仕事をする際は、車の中でも可能ですが、やはり椅子とテーブルがあった方が作業しやすいので、あちこち利用させていただきました。と言ってもレンタルオフィスやコワーキングスペースを借りたわけではなく、人に迷惑をかけない範囲で無料で使える場所で仕事してみました。キャンプ場の管理棟内の自由席やログキャビンはもちろん快適でしたが、それ以外でも、山小屋や山の中腹にあった東屋、道の駅の共用スペース、公共のコミュニティセンターなど、人の少ない地方だと、平日はどこもガラガラで、もったいないような素敵な作業場所が無料で使い放題でした。最も重要な作業を集中して行いたい場合だと、有料の作業スペースを借りてやった方が良いことも今回の経験で確認できました。なお、無料キャンプ場にしても、
地方交付金が出るせいなのか、定期的に業者さんが入って草刈りなどもされているようでした。とても綺麗です。ただし実際にキャンプ場を使う人自体は、地方の場合、思ったより少ないのかもしれません。偶然かもしれませんが、いつもガラガラで、いても一人だけでした。この点も、そもそもそこで暮らしている人が少ないからこそ、できる贅沢だと感じました。もちろん、地方は良い点ばかりではありません。マイナスの側面もあります。猿は今回、焚き火台を持ってくるのを忘れたのですが、焚き木にする流木を拾い集めた後で忘れたことに気づいたため、初日は焚き火を諦めて焚き木を眺めて過ごしました。すみません。私の言う、焚き木、は、薪、のことです。AI なので時々誤った読み方をしてしまいます。地方だと焚き火台を売ってるお店を探すにも、一苦労でした。30分ほど車でうろうろしましたが、結局キャンプ道具を売ってあるお店は見つけられませんでした。幸い少し山を降りた場所にダイソーがあったので工夫すれば何とでもなったのですが、今回猿はなるべく太く長い焚き木を豪快に燃やすことを楽しみにしてきたので、メッシュ焚き火台か、あるいはコールマンのファイヤーディスクを使いたかったのです。というのも、焚き木のくべ方の自由度が高いからです。最近はワークマンやホームセンターでメッシュ焚き火台も売ってるので、マップで検索しましたが、車で1時間以内で行けるところには店舗がありませんでした。このように、買い物するには不便な点が、地方の残念な点でした。焚き火ができないと、小さいハムシが寄ってきて、目の前をうろうろ飛ぶのが気になりました。焚き火さえできれば解消するのですが、地方は虫が多くて大きいのも、慣れないと少しびっくりします。結局猿はアマゾンで焚き火台を購入して、一番近いローソンで受け取ることができましたので、とりあえず焚き火台の問題は解決しました。このように買い物が不便という点を除けば、地方は良いことばかりのように感じました。まあ、ないものねだりかもしれませんが、やはり、羨ましい限りです。話は変わりますが、猿の YouTuber 友達に、有志さん、という方がおられますが、最近、無人島冒険図鑑という本を購入されたそうです。その本は、無人島暮らし経験が豊富な著者が、食料調達や火起こし、ドラム缶風呂などの方法を解説した本ですが、おそらく、有志さんも、いつか無人島暮らしをやってみたいという思いがあるので購入されたんだと思います。この点、猿にも大好きなサバイバル本があります。それは今回の旅でも携帯していた手のひらサイズの本です。戦時中、グアム島でアメリカ兵から逃げ隠れ、戦争が終わったことも知らずに28年間サバイバル生活をした、横井翔一さんのサバイバル極意書です。戦時中に横井翔一さんが取った行動については賛否両論があり、人により評価が分かれるところですが、今回、その評価はさておき、サバイバルのノウハウが書かれた本としては大変に素晴らしい生き延びる知恵が詰まっています。残念ながら現在は絶版で、再販の予定もないそうなので、横井さんが、どうやってグアム島の山奥に隠れて、日々の食料を得ながら、生き延びることができたかについて、特に印象深かったエピソードを少しだけご紹介します。私が横井翔一です。グアムから帰ってきて、日本の空港に着いた時、恥ずかしながら帰ってきました、と挨拶したことで、一気に有名になりました。日本に戻ってきた後で、ビーパルという雑誌の編集者の方から依頼を受けて、グアム島での生活について、いろいろお話しした内容を一冊の本にまとめていただきました。その中で私が、アウトドア、とか、便利なキャンプ道具、について語った部分があります。ビーパル編集者の方から、もし横井さんが便利で高機能な現代のキャンプ道具をグアム島で持っていたら、毎日の生活は楽だったと思いますか?という質問されました。私の答えはこうです。いや、そんな便利なものがあったら、私は多分生き続けることはできなかったと思うよ。だって、便利だもの。便利ということは、人をダメにするんだ。アウトドアなんていうのは、
言ったらなんだけど遊びの一種でしょう。私は生死をかけて逃げてたわけだから。横井さん、ありがとうございました。もし視聴者さんから、もっと横井さんの話を聞きたいというご要望をコメントでいただければ、著作権を確認した上で、続編動画を出したいと思います。ということで、今回はこのような猿の自由旅のヨタ話にお付き合いくださり、本当にありがとうございました。もし、ご興味ある方がいらっしゃれば、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。あ、またまたすみません。ご興味ある方、と言いましたが正しくは、ご興味ある方、でした。早くなれます。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。